ホセ・ジェームズはアメリカ合衆国の歌手。正しい発音はホセ・ジェームズだが一般的に日本ではホセ・ジェームズの表記で浸透している。ジャズ、ソウル、エレクトロ、ヒップホップなどを融合させた新しいジャズのボーカルスタイルが特徴。主に影響を受けたアーティストとしてはジョン・コルトレーン、マービン・ゲイ、ビリー・ホリデー等を挙げている。 アメリカ合衆国ミネソタ州ミネアポリス出身。アイリッシュ家系の母親とミュージシャンであるパナマ人の父親の間に育つ。高校時代までは、ア・トライブ・コールド・クエストなどのヒップホップに熱中していたが、デューク・エディントンの音楽と出会って、以降はジャズに傾倒。中でも、ジョン・コルト・レーンのイクイノックスに強く影響を受けたという。2000年より活動の拠点をニューヨークへ移し、 2004年に同市にあるニュースクール・フォー・ジャズ・コンテンポラリー・ミュージックに入学。2008年にファーストアルバムザ・ドリーマーをリリースした。2010年にはブラック・マジックとホール・ウィー・ノーの2作をリリース。後者はエジソン・アワード及びアカデミー・ド・ジャズのグランプリを獲得している。2012年にブルーノート・レコードに移籍し、翌年1月に自身の4番目のアルバムとなる。 ノービ e ニング・ n i n g n をリリース。その後2014年に同レーベルから、ホワイル・ユー・ o ー・スリーピングをリリース。このアルバムは以前までのジャズやソウルとヒップホップを融合させたスタイルとは異なり、インディーロックとエレクトロへのアプローチを主眼として作成されたと語っており、具体的な影響として、ロック面では、レディオヘッド、ニルバーナ、エレクトロでは、ホセ・オンザレスやフランク・オーシャン、 ジェームス・ブレイク等を挙げている。2012年にビリー・ホリデー生誕100周年を記念してベルギーで行ったトリビュートライブをきっかけにジェイソン・モラン、ジョン・パティツッチ、エリック・ハーランドをメンバーに迎えたトリビュートアルバムイエスタデイ・アイ・ハド・ザ・ブルースをドン・ウォーズによるプロデュースの元2015年3月に完成させた DJ ・ミツ・ザ・ビーツ、シナ・リンソイル・アンド ピンプセッションズ、黒田拓也など日本のアーティストとの関わりも多い。日本には2007年に初来日し、その後も定期的に日本でライブ公演を行っている。ありがとうございます。